3月11日という大変な大震災に見舞われてですね、はい、まず本当に震災が起きた直後、うん、本当に言葉を失うっていう体験をしてしまって、逆に言ったらその歌なんか歌ってていいのかよっていうのが正直な気持ちはありましたね。確かにそうですよね、うん、まずこの仕事じゃなくければよかったなって一瞬思う瞬間がありましたね。私にできることも力仕事であり、もうちょっとなんか皆さんを助けられる看護婦さんであったら、はい、もうちょっと何かができたはずなのにって、その時は私も同じように思いました、うん、3月11日を境にして一変してしまった生活。でもそんな中、音楽で人と人の絆を感じ、生きる勇気をもらった人たちがいます。再会を喜ぶ子どもたち。この子たちは福島県南相馬市の原町第一小学校のマーチングバンド部のメンバー。マーチングバンドって分かります？ただ楽器を演奏するんじゃなくて、隊列を組んで複雑な動きをするバンドのことです。原町第一小学校は去年全国大会で金賞を受賞したんだって。すごいね、強豪校じゃないの。部員も50人。はあ。学校があるのは福島県の浜通り、南相馬市の原町区。あの福島第一原発から25キロの距離で緊急時避難準備区域に指定されていました。9月30日に指定解除されたものの、放射線の影響などで今もたくさんの住民がふるさとを離れたままなんです。マーチングバンド部のメンバーの多くも県外などに避難したため活動もできなくなりました。みんなで演奏するのが楽しかったので、演奏できなくなるのかなって思ってすごく不安でした。放課後とかには友達とかにも会いたのに全然会えなくて、なんか寂しいと思いました。そうだよな、寂しいよな。そんな状況になっても子供たちはマーチングバンドをやりたいとずっと願い続け、その願いは叶いました。バラバラに避難した子供たちが比較的集まりやすい会津若松市と南相馬市に分かれて6月から練習することに、ねえ、よかった。埼玉県から来ました。え、埼玉県から来ました。部長の門真亜美です。会津若松市にいます。重原美恵です。ドラムをやっています。いや、遠くから来てるんだ、大変だ。さあ、この日は会津組2回目の練習日。なんとか9人が集まりましたと、顧問の菅原先生が子どもたちにあることを告げたんです。7月30日に全員集まれるかどうか分かんないけど、まだ卒業証書を渡してないから6年生卒業式をやることになって、できれば今までのようにうちの部で入場と退場のやりたいな。これまで原町第一小学校の卒業式では6年生をマーチングバンド部の演奏で送り出してきたんです。今年も演奏できるんだね。ありがとうでいいかな。ではありがとうという気持ちで。なんか怪しい部分はたくさんあるけどないやでもすごいね、1時間2時間ないねの練習で、とりあえずとそれなりに自分のパートが吹けたのは素晴らしいと思います。初見で弾いたんだ。久しぶりの練習、みんなと一緒に演奏できる喜びが伝わってきます。こうやってみんなと会って、そのみんなと練習できるのがとても嬉しいです。こういう状況の中で子どもたちが集まって仲間と一緒に何かやられるっていうことが一番かなと思うので、そういう絆というか、うん、協力し合ってやっていくっていうことを
これからも続けていければいいなとは思います。はい、マーチングバンド部の練習再開を待ちわびていたのはお母さんたちも一緒。二度とないことだと思って諦めてたんですけどね、距離なんてもう関係ないと思ってよ。もう行く。そうそうそう、グッとくるものもあるし、子供たちがこんなにやっぱりマーチング好きだったんだなっていうのも熱意もこう伝わってくるような感じ。保護者の代表を務める鈴木さんはメンバー全員の親に呼びかけ活動再開のきっかけを作った方です。子供たちにやる意思があってもやっぱり親御さんのお手伝いっては絶対不可欠で、どうせやるんだったら、まあ、県内県外もちろん南相馬市の子も含めて声をかけてみよう、そういうことで鈴木さんは原町を離れたメンバーのために練習の内容をブログにアップしたり衣装を直したりとマーチングバンドを裏方として支えてるんです。離れててもやっぱり心を一つにして一生懸命頑張ってもらいたいし、絶対に諦めない強い気持ちを育んでほしいとは思ってます。一方、会津若松市からおよそ90キロ離れた南相馬市で練習している子どもたちは この日は顧問の先生が不在でも、南相馬組のリーダー佐藤君がちゃんと指示して練習していました。貴重な時間だもんね、無駄になんてできないよね。佐藤君たちが演奏している隣の部屋で何かやってる子が音楽プレイヤーを見て、この子もマーチングバンドのメンバーで旗を振るガードの役なんですね。プレイヤーには会津組の練習が映っていました。2人で合わせられないので、これを見ながら練習していって、合わせてカウントができるようにちゃんと見てやりたいと思います。すごい、ね、南相馬と会津若松、遠く離れていても心は一つ。そして迎えた7月の卒業式、マーチングバンド部のみんなも久しぶりの再会です。おはよう、あさきちゃん。ゆかちゃん、けんちゃん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、久しぶりに揃ったね。元気でしたか？はい。今日は6年生のためにいい演奏してください。はい。早速全体練習を始めます。どうかな。歯は全部シャープ。誰が外したべ、ミキさん。誰が外しただ、ミキさん。3月の震災以来だもんね、みんなで演奏するのは。うまくいく方がおかしい。どんまいどんまい。でもみんなで演奏できるって嬉しいね。楽しいね。さあ、感謝を込めて6年生を送り出そう。みんなバラバラに生活してるので、どこにいても頑張ってくださいという気持ちで演奏したいと思います。さあ、いよいよ本番。4ヶ月遅れの卒業式です。この日、メンバー全員が揃うことは叶いませんでした。集まることができたメンバーは、来られなかった仲間の分もと精一杯演奏しました。ねえ、頑張った。いい式になってとても良かったと思います。
先輩たちに自分たちの演奏は届いたと思いますか？多分届いたと思います。4ヶ月ぶりに初めてバンドのメンバーが集まってやれたっていうことが子供たちも嬉しくて、まあ、私ももちろん嬉しくて、だからやっぱり音楽っていいなって私自身も思いましたし、子供たちも合わせるっていう楽しさっていうのは味わったと思いますし、あと何より今日は6年生に向けて感謝の気持ちをということで、いい音楽のメッセージが送れたんじゃないかなとは思います。季節は巡り、マーチングバンド部のメンバーは10月から月2回会津若松と南相馬の中間にある二本松で合同練習を始めました。離れ離れになっても何時間かけてもマーチングバンドの練習のために集まる子どもたち、君たちにとってマーチングバンド部っていつも一緒だと思うから、みんながつながってるっていうか、すごいなんか楽しいし、みんなと会えても嬉しいです。なんか支えてくれる感じです。またみんなで合わせられることが面白いから、集まる日が待ち遠しい。みんな仲がいいので家族みたいな感じですね。自分たちだけでは解決できない大きな苦難の中、マーチングバンド部を支えに前に進もうとしている子どもたち、彼らの奏でる音楽はきっと多くの人を勇気づけることでしょう。すごいね、小学生が支え合ってつながって家族になった、すごいですよね。小学生がこの言葉をこのバンドを通して感じたっていうことがものすごい経験だと思うんですね。これこんな素晴らしい子たちがいて、こんな素晴らしい子たちが福島で生きているんだっていうことをね、世界中にこれをね知らせたいですね。どうしてもその偏った変な報道ばっかりになっちゃうからね、このあの子たちのやっぱり目の輝きとか福島は頑張っているんだ、そういうふうな報道しなければいけないんですよね。そうなんですよ、今日は音楽の力ということなので、はい、せっかくですから私たちも皆さん一曲何かお届けしたいなって思うんですけど、いいですね、いかがでしょうか。はい。